こんにちは一瀬です今日はみてこさん89歳のお誕生日ということで「そろそろ断捨離をお願いします」というテーマでお話をしてまいりたいと思います。 まあ大変、ね、失礼ながらなんですけれども89歳になられたということで、まあ、過去の報道ですと私物がなんと、ね、120トンあるということですけれども、まあ、このうち、ね、ご存命の間に本当に必要なものはどれぐらいあるだろうかというふうに思うわけなんですがおそらく99%くらいは、ね、荷物を減らせるんじゃないかと思うんですよね。で仮に、ね、99減ららししててもまだトンぐらいははあるので身ののでで身回りの品としてはもう十分では ないでしょうか、えー、これはね本当にできれば2019年の生前退位で皇居を、ね、出ていただくまでにやっててほしかったことなんですけれども、まあ、その理由というのはですね結局この大荷物のせいで、えー、皇居の明け渡しが散々遅くなったということなんですね。 そして2019年10月3日の女性地震の記事ではその言い訳のように「ですね見て、えー、子さま私物120トンの苦悩引っ越し向けお一人で整理」というね、えー、こういった見出しの記事が上がっておりました。 まあ何のために60人も職員を従えているのか全く意味がわからないというねツッコミどころ満載のタイトルでございますしこの私物120トンの苦悩ってね言われましても,もう知らんがなという話でございましてそんだけ作らせてため込んだのはあなたですよねと思いますし、まあ、被害者ぶらないでいででほしすえそして本文の中もなかなか白々しくてみて、えー、子様は退院後救う から朝早くく来られれてて夜遅ままでお荷物の整理をされていましたあまりに一生懸命やられているので側近が「ご無理はなさらずに」と申し上げても「そうはいかないのよ」と手をお休みにならないのです。 そう語るのは最近の、えー、上皇ご夫妻の生活知る関係者、まあ、この関係者ねもう誰でしょうかねわざとらしい情報を流しておりますが <laughs>、えー、続きまして9月8日に乳がんの適手術をお受けになったばかりの御手子様はすでにお引越しに向けた準備を再開されたというのだ上皇ご夫妻は現在お住まいとなっている吹上戦闘御所から高輪皇族邸戦闘、えー、仮御所へ引っ越される予定 そして上皇ご夫妻のお引っ越しが完了しなければ皇居御所の改装工事に着手できず天皇ご一家が皇居にお引っ越しになれないのだ。御登子様は皇居は天皇陛下ご住まいになるところとの思いを強くお持ちです。両陛下には少しでも御所を譲りたいというお気持ちからご無理をされているのでしょう。しかし、 そうは言いましても吹き上げ戦闘越しには断捨離をしてしまえるものなどほとんどございません。上皇陛下、上皇ご陛下が、えー、一つ一つご覧になり、どのように整理すればいいのかご判断なさるほかないのです。えー、上皇ご夫妻の関係者。 といいう,うに書いてありりますがこの身の回りの身回はね職員さんが管理されてて目録みたいなものがあってねなんか管理してるんじゃないかと思ってたんですけども、えー、このような管理で大丈夫でしょうか,なんかめっちゃねワンマンの社長の会社みたいでなんかホッチキスのね新一子顔にも社長の許可もらわないといけないみたいななんかね、えー、そんなヤバそうな組織の香りがいたします。 まだねでもワンマン社長の方が、まあ、若くてねこうピンピンしてて、まあ、判断もね迅速でしょうけどあっ買っていいよみたいな感じで迅速なんでしょうけれどももうみっつさんとかもう当時からね80歳過ぎてらっしゃっててこ一個一個ねこれはどうやって整理しましょうみたいなことをあのご夫妻のね判断を仰いでいたらもう一生終わらないんじゃないでしょうか。 っていうかあの絶対ねみて子さんが1人で整理してるわけなくて実際にはですねもうめんどくさい仕事は全部職員さんがやってるんだと思うんですけれどもなんかそれなのにみて子さん、アげアげのためにこういう記事になっていると思うんですけれどもこの引退不済を褒めたたえるためにその他、大勢の職員がですねなんかまるで無能扱いになっていることに職員さんは怒ったりやる気がなくなったり、まあ、しないんでしょうかというねそんな気がいたしますね。 それとですねまあ、そうは言いましても吹き上げ戦闘合衆には断捨離をしてしまえるものなどほとんどございませんというね、えー、この部分ですけれどもこの思考停止ぶりですよねこの断捨離できるものなんてないっていうねこの思い込んでるから駄目なのであって、まあ、この考えがえ榎けはこう物が多いのでねこうもっと広いスペースが必要なんだとか収納スペースが足りないとかいうねこういったなご謎理論になっていてあだから広い家が必要ってなって、まあ、これがこの エンドレス回収費につながっていると思うんですよね。まあ、ですのでやるべきことは荷物に合わせて保管スペースを広げるのではなくて保管スペースも絶対に増やさないという考えで保管スペースはこここれだけしかありませんからお荷物を何とかしてくださいという話で、まあ、荷物を管理していた方がいいと思うんですね。 でまあ、よく言いますけれども,もうどれだけ、ねまあ、お金とか物を持ってても,もう最後はこう身一つで旅立たないといけなくなってしまうので、まあ、必要ないものはね生前にご自分たちで処分なさった方が、まあ、残された人たちも、ね、助かるんじゃないかということでございます。そしししてて多分ねこのの断捨離まししまえるものだとほとほんんどございませんって言ってるものの中に大量のみてこさん衣装とかがあると思うんですよ。 で着物とかは、ね、ワンちゃんキコさんとかサーヤさんが着るかもしれませんけれどもあの80年代のキッカー工事さんみたいな、ね、こう肩幅のドレスとかも絶対誰も着ないからもうオークションか何か何で売りさばいいいいてすっきりした方がいいと思いますで、まあ、一度、ね、着たものは二度着ないと言っている人が保管だけはしておくというのは本当にこれ保管料と倉庫代と管理費の無駄でございます。 まあもしかしたらねあの流行が一周回ってなんか数十年後かなんかにあのまた肩幅広めファッション再ブームの時が来るかもしれないんですけれども、まあ、その時はねその時の流行に合わせたまた肩幅広ドレスを作ればいいと思うんでもう今あるあるれはもうういいりませんいうこととこですねなので着回ししないんだったらもう年に1回ぐらいはね、えー、9718でなんかバザーとかオークションを開いて、まあ、売ってしまえばいいと思うんです でそしたらまあこんなに作りやがってという、ねえー、のが国民から目に見えるので、まあ、無駄が見えやすいということで,でそういった、ね、イベントを開くことによって急な内調としてもこういった、ね、バザーとかオークションをやってみたところ国民のほでかねこんなに作ってるんですかみたいな、ね、そんな意見がありましたみたいなことを、えー、上に、ね、上げやすくなるんじゃないかと思います。 あと皿帽子に関してなんですけれどもご実家のね粉屋さんが大株主を務めてらっしゃる某パンメーカーのねパン祭りの商品として提供するのはいかがでしょうかと思います。 あのパン祭りの企画は30点集めるとね、お皿が1枚もらえるというね、あの人気企画でございますけれども、さらに30点のシートを4枚集めて、合計120点で、えー、みてこさんがかぶっていた皿帽子がもらえるみたいなね、えー。そんなね、企画をしたら面白いんじゃないかと思うんですよね。で、あの皿帽子もね、数千枚あるみたいなので、まあ、なくなり次第終了っていうのをどっかに、ね、小さく書いておいて、 えそれでね、ちょっとキャンペーンを張ってみたら誰か <laughs> もらってくれるかもしれません。私は普通にねあの えー、パン祭りの白いお皿がいいですっていうね感じですけれどもでもあのパン祭りのメーカーさんもねあながちねみてこさんと無関係でもないですしこのパン祭りの企画自体も,もう相当ねマンネリ化してると思いますので、まあ、起爆剤の一つにもなりますしみてこさんネタならね女性自身はじめ女性雑誌がこぞってね記事にしてくれると思いますので、まあ、無料で大々的に宣伝できると思うんですね。 でまあ、皇室もこう絶対粗相があってはいけないみたいになんかこう失礼なことをしたら捕まるみたいなねそんなえ恐怖みたいなところで押さえつけるんじゃなくてなんかパン祭りとコラボでこう断捨離みたいなね、まあ、こういうユーモアも必要じゃないかと思うんですよね。 で私としてはですねこれはあの決してですねあの誹謗中傷とかなんかこう面白がってね茶化してバカにして言ってるんじゃなくて私なんかはですねその警察官僚出身の広報室長さんとはもう全然違う世界で生きてきた人間なのでだからどうしてもこういう発想になってしまうというかですねあのこう 先日のね報道でみてこさんが「なんかさらば」ってね言われてるみたいな、まあ、そんな報道がありましたけれども、まあ、それに対してですね、まあ、けしからんみたいなで,ですね、まあ、そんなこと言ったら不敬罪になりますよみたいな感じでこう国民を脅かすんじゃなくて「あさらば」なんて言われてるのみたいなところでちょっと余裕でですね「それなら」みたいな感じでパン祭りのお皿とその自分がね「さらば」と呼ばれていることを掛け合わせてならその景品として ちょっと出してみましょうみたいなね、まあ、そんなくらいの余裕を見せてほしいというそういうところですねで、まあ、そういう遊び心がですね今9 7 1章であるとか皇、まあ、室の皆さんに足りてないところじゃないかなというふうに、まあ、これは真剣にですねそのように思っているんですね。 さあそして私物に関してはですね衣装類だけではなくて贈り物でであるとかか品ななんんも多いいみたいなんですねイギリスのエリザベス女王から贈られたボールであるとかオランダのベアトリックス女王からの花瓶など、えー、外国王室からの贈り物もたくさんありますと、えー、さらに国内からも全国に古くから伝わる伝統的な名産品が献上されているそうですけれどもまあ引退されたことですしねこういうのは日頃ね愛用している品を除いて国に寄付したら いかがかなと思いますね。 なんかこういうのもですね実は私物ということでカウントされてるみたいなんですけれどもでもまあ国を代表していったからこその頂き物のなので、まあ、これはですね実際にに使っってないないらもう国にあげちゃった方がいいんじゃなないかなと思うんですねだから普段ねこう食器として使っていますとかなら全然ねそのままでいいと思うんですけれどもなんかもうもらって箱に入れっぱなしでそのまま持ってますみたいなものだったらやっぱちょっとねいい品だと思うのでこう人目に出さないともったいないような 気もいたしますこういったね海外からもらった品はやっぱり海外の王室ででもこう売ったたりはしなないいみたいなんですねこうオークションに出したりとかしたらあのそれをくれたね相手国に失礼にあたるので、まあ、少なくとも数年間はその王室で保管してで、まあ、使わないというような場合はどっかにこう寄贈したりとかねそういうことが多いようでございます。 えちなみにうエリザベス女王の衣装などは一応カミラ夫人とキャサリン皇太子が相続されるというような報道がなされていたんですけれどもエリザベス2世女王もあまりね着回しをしない方でしたので、まあ、衣装もね大量にあったみたいなんですけれどもでもどうなんでしょうね、まあ、貴重なものだと思うんですけれどもやっぱりその洋服というのは流行とかデザインとかがありますので実際にその。 まあ、相続をされた方がですね、まあ、同じものを着てお出ましになられるかどうかは結構微妙かなと思っておりますあと、えー、女王陛下が、ね、可愛がっていらっしゃったコーギーが、ねえー、2頭おりましたけれども、えー、ムイックとサンディという、ね、名前だったみたいなんですが、えー、その後、ね、アンドルー王子が引き取られたということでございますでこのコーギー2頭はですねもともと2012年頃にエリザベス女王が自分が、ね、先にこう 行っってしまったらペットだけがね残ってしまうのはすごくかわいそうだからということでもう新しく犬は飼わないというふうに決めていらっしゃったみたいなんですけれども2021年に女王の、ね、夫のフィリップ殿下が入院された時にエリザベス女王が元気になるようにということでアンドリュー王子ご一家が女王にプレゼントした抗議だったようなんですね。 でまあ、あの女王がですねあのような形で旅立たれてでまたあのアンドルー王子ご一家がその講義を引き取ってくれてで残された講義はねちょっとどうなったんだろうと私気になっていたんですけれどもえこのニュースを聞いて結構あの安心いたしました。さあそして日本のですね 引退夫妻の引っ越し時期の件を蒸し返しますけれども引退夫妻の退位の日程についてはその1年半前のです、ね、2017年12月1日には日本政府が平成の天皇の退位の日を2019年4月30日と、ねまあ、決定しておりましたので、まあ、引っ越しまでには十分な予告時間があったということなんですね。なのでその間一体何をしていたんだろうという話でございます。 結局あ皇居を出ていてくださったのは、えー、この5体からですね約10ヶ月後の2020年の3月19日ということでございましてかなりねやはり荷物整理に時間がかかったようですけれどもなんかご自身たちのねお出ましの時は分刻みでスケジュールを守らせるのにこの数日の遅れとかならまだわかるんですけど <laughs> 10ヶ月以上遅れるって一体もうどういうね 引っ越しし計画だったんでしょうか民間企業でもねあの転勤の事例が出たら、まあ、1ヶ月後とかまあ、そのくらいの単位でね、まあ、引っ越ししてその転属先に行かないといけないというようなそういうねスケジュールで動いているはずでしてなんかこの単位の日程なんかは相当ねそれと比較すると前広に単位を時期をね決めてもらってるんだからやっぱそれに合わせてあらかじめねちょっと動いてて欲しかったなということですね。 これはその引退予算を責めたらおかわいそうとかじゃなくてやっぱり国が決めたことですからけじめをつけてきっちりやるべきでそのように、ね、国が決めたスケジュールを円滑に守るための60人の職員なのではないでしょうか。 なあなあのだらしない対応をするのでエミヤ家のシカコさんが当初はね、職員の事務等にすると言っていたはずのご家具主を独り占めしていたりニューヨークに住んでいるエム子さんの荷物がまだ残っているような、まあ、けじめのないことにつながっているわけですよね。 私あのしかこさんからもですね当初の約束じゃない住み方をするんだったらきっちりとね家賃を取るべきだと思っていますがこれはね皇族の人たちもだらしがないと思うけれども政府もねしっかりと皇族の人たちに約束を守らせるべきところではないでしょうか。なんか税金だってね一日でも納付が遅れたらその分利子がつきますし皇族方も事情があるかもですけれどもやっぱりねみんな納期を守るべきだと思います。 えー、ということで今日は見て子さん89歳のお誕生日に添えて、えー、断捨離のご提案のお話でございました本日の動画は以上となりますチャンネル登録高評価コメントなどをいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします本日もご視聴いただきましてありがとうございました